前回の動画において、岩戸の城の場所が間違っていました。ジョーズのように訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。せっかくですので、竹だけ滅亡に関するお話を、一つ紹介させていただきます。天目山の戦いで奮戦して討ち死にした小宮山智春には、年教という僧の弟がいて、 命運尽きた勝頼一行の意外を弔ったと伝えられ、免許は今に残る勝頼と運命を共にした、殉死者の奉納を全てつけたとされています。忠義の兄弟だったのでしょう。